はい、こんにちは、サングラス1号です。今回からまずは揃えたい登山道具シリーズと題しまして、どんどん登山道具をご紹介したいと思います。安心で快適 で比較的手が伸ばしやすい安価な商品を集めてみました。これまで登山をされてきた方もそうなんですが、これから始めたいよっていう初心者さんにもおすすめの動画となってます。シリーズなのでいくつか動画を配信していこうと思うので、ぜひ、シリーズ通して見ていただけたらと思います。もんびやくんもね、ちょっと応援してくれると思うので頑張りたいと思います。まずはバックパックから。やはりこちらのバックパックがおすすめです。バーサライトパックです。では15リットルで30リットルとなってます。で、僕が初めて買ったバックパックは実はこのバーサライトパック30なんですね。なぜ軽いと、やっぱしっかりと30リットルも詰められて、で機能もいろいろ多いと。トレイルウォーターパックが付けれたり、で収納ポケットも十分にあったり、で強度も耐久性もいいと。薄いんですけど、軽いんですが、もう十分な強度もある、そんなバックパックだから、総合的に軽くて丈夫で容量あるっていう、結局こうだよねっていう結論みたいな商品だと思ってます。なので、まず揃えたいなって時はもうバーサライトシリーズの、例えば低山とかだったら20リットルで30買っとけば、2,000〜3,000メートル級でも、低山でも使えるので、30かなと思って、僕が最初にこれを買いました。新しいバーサライトバック30はこのイエローが出てます。でもう1色だけ、あとは、ブルーグリーンかな、はい、ブルーグリーンの2色なんですね。だからこのブラックというのもちょっと希少になってきた感じがあって、ちょっと嬉しいんですけどで、価格も比較的安いです。バーサライトシリーズ30リットルで11,000円なんですね。でしかも、軽量と言っても、どれぐらい軽量かというと、新作の30は 395g です。すごい軽いんですよ。普通の30リットルだと1キロから 1.5 キログラムぐらいあるんですけど、このバーサライトシリーズ本当に軽いんで、もう 400g 弱、すごいですよ。価格も 11,000円というのも比較的安いと思うんですよ。通常15,000円とか20,000円とか30リットルだとするのかなと思うんですが、11,000円と。価格も重量も軽量という感じですね。極み軽量です。で、軽量でありながら、で快適な背負い心地を実現していると。本当に背負い心地いいです。ベルトの部分がグッと厚みがあるんで、ガチッと背負えます。でスピードハイクやロングトレイルに適した超軽量バックパックです。背面には取り出し可能なパッドを内蔵。で別売りのトレイルウォーターバッグを装着できて、スムーズな水分補給が可能ですとなってます。素材も、30デニールのバリスティックナイロン、バリスティックでのモンベルさんが、独自のオリジナルのナイロンなんですね。こちらで旧作のこっちはこの縦横がでかいんですよ。で奥行きがちょっと狭いというか小さいんですが、新作の方は縦横が小さくなって、で奥行きを広くすることで軽量化を図っていると。容量も、変わらず30リットルあるよということですね。普通縦横小さくなったら容量減るじゃんと思うんですが、奥行きでカバーしてます。トレイルウォーターパックが使えるのも装着できるのも心強くて、あとはサイドポケットとかいろんなループもついているのが非常に使いやすい。こちら15リットルの方は本当に入れるだけというか、特にそのトレイルウォーターパックが使えるわけでもないんですが、相当軽量なんですよね。スピードハイクやアタックサックなどに、使用に適した超軽量バックパックですと。で、トップブリッドですね、ここ。このトップの袋が収納袋になってポケッタブル仕様ですということです。要はこのトップブリッドに全部このバックパックが入るよと。入って収納して、もう本当にここだけの大きさになって収納できるポケッタブルの仕様ですということです。素材は30と一緒です。バルスティックナイロンですね。で重量はなんと 93g なんです。 100g ないんですね。それもすごい話です。15リットルでも本当は、500g とか
下手したら1キロあるバックパックもあるんじゃないかなと思うんですね。でしかも価格は4,950円。本当にアタックザックで、登り専門で僕、私は行きますよという方は、バーナーとかいらないと思うんで、もうコード色だけとなったら、本当にこの15リットルで十分。ちょっと楽しみたいなと思ったら20リットルとかでも全然十分に。20リットルもポケットブル仕様なんで、コンパクトになります。容量のサイズも、多い4種類あるシリーズで。で、強度もちゃんとしてるので。低山から2,000〜3,000メートル級の山まで。いろんな山に対応してくれるバックパックじゃないかなと思います。おすすめです。続いては、登山靴ですね。登山ブーツをご紹介します。ティトンブーツです。これもちょっとこの2022年春夏の新作が登場したことで、ちょっとアウトレット商品になっちゃいました。マウンテンクルーザー600がこの後継、このティトンブーツの後継商品じゃないかなと思います。まあ、理由としては本当にデザインがそっくりなんですね。あとは何といってもサイズ展開。31センチまであるサイズ展開が同じなので、まあ、今回ティトンブーツなんですが、後継する商品はマウンテンクルーザー600だと思うので、まあ、そちらもおすすめです。まあ、商品情報は軽量で柔らかく軽装備のハイキングや野山の散策なので手軽に着用できるミドルカットの前転向型ブーツです。アッパーにはしなやかで耐摩耗性に優れ、ゴアテックスファブリックスの透湿性を最大限に生かすメッシュを使用、適度な剛性を備えた2ミリ厚のスウェードレザーで補強しています。屈曲部から金属製のパーツをなくすことで軽さと柔らかさを実現してますということですね。まあ初めてまずは揃えたいなっていう商品としてはやっぱりミドルカットの登山靴がおすすめなんですね。要は低山でも高い山でも両方を適用できるから、それが理由なんですが、あとはやっぱりゴアテックスであることっていうのは非常に大事だと思います。普通の防水性だと正直雨や、ちょっと水たまりがあって濡れましたってなると靴下まで濡れちゃうんですね。靴下まで濡れると足が冷たくなるので体温が下がりやすくなると、そうなるともうちょっと動けなくなる可能性も出てきます。それを防いでくれるのがやっぱりゴアテックスの素材、防水性もあって撥水機能もあると。それでいて透湿性もあるんですね。透湿性っていうのは内側の水分を外に出す機能なんですけども、まあ足が蒸れることも少なくて、通湿性、足が濡れちゃったよってなっても、通湿性があれば乾きやすくなってくると。ずっと濡れっぱなしってことは少なくなるんで、非常に優れた機能のゴアテックスっていう素材はやっぱり捨てがたい。必要だと思います。こちらもチャンネル内の大きいサイズのための方の登山靴選びみたいな動画を出してるので、そちらもぜひ見ていただけたらなと思うんですが、やっぱりその時もティトンブーツっていうのを、おすすめしてます。あとトレイルグリッパー、ソールの部分ですね、グリップ力が非常に強いソールを使用してます。それがトレイルグリッパー、まあ、大体モンベルさんの靴にはこのトレイルグリッパーを使われてますので、どの商品選んでも選ぶことができるかなと思いますね。このティトンブーツで、まあ、ミドルカットでゴアテックスで、トレイルグリッパーもついてる、まあ、これでまあ低山も登りましたし、白山とか 3,000m 級の山も登りましたし、十分対応できるミドルカットのトレッキングシューズだと思います。まずは揃えたいなっていう場合はこのティトンブーツ、まあ、あるいは後継商品になるマウンテンクルーザー600をおすすめいたします。はい、お次はこのレインウェアです。まあ、これで今回がどんなご紹介かお分かりいただけたんじゃないかなと思います。今回は登山道具3種の神器のご紹介です。そして最後がこのレインウェア。商品はレインハイカージャケットとレインハイカーパンツになります。そうですね、これはモンベルさんのレインウェアの入門モデル、エントリーモデルのセットですね。まあ、正直これで十分な
機能があるんじゃないかなと思います。要はこの、耐水圧2万ミリメートルなんですね。耐水圧2万ミリメートルってどういうことってなるんですが、耐水圧の300ミリメートルが小雨です。2000になるとなんていうか、まあ中雨というか、まあ結構降ってるなみたいな。で1万になると大雨なんですね。もう傘、普通の傘じゃちょっともうしのげないぐらいの大雨と。で2万です。2万になると嵐です。嵐になります。もう傘なんてもうやってたら逆にもう武器になっちゃう。自分を傷つけぐらいの嵐。まずそれよって段階での選択では、もうレインハイカーで十分機能的には賄える、対応できるじゃないかなと思います。まあ、高い防水性と多彩な機能を揃えたエントリーモデルのレインウェアです。独自の防水透湿性素材ドライテック、これもまたモンベルさんの独自の素材ですね。ドライテックです。ドライテックに柔らかな、表地を貼り合わせた2レイヤー地を使用、着心地の良さとコンパクトな収納サイズを実現しています。そうですね、着心地の良さもあって、パリパリしてないんで結構動きやすい着用感があります。あとはまあコンパクトに収納できます。収納サイズも8センチ8センチ14センチなので十分バックパックに入れて、毎回登山行くたびに、まあ、3種の珍儀なので持ち運びできる大きさと、まあ、軽さもですね。軽さは 252g、 サイズ展開もあるので平均重量の 252g です。めちゃめちゃ軽いです。で透湿性も 8000g、 要は24時間に何グラムの水を透水、外に出すかと。8キログラムの水分を外に出してくれる透水性があるので、要はムシムシしにくいんですね、内側が。なんで、ずっとその着心地がいい状態。雨に濡れても、ジメッとしない内側の状態が続く。なので、着心地がいいということですね。これをまず揃えたいなって時に、やっぱりエントリーとして、十分な機能を発揮してくれるんじゃないかなと思います。レインハイカーパンツですね、ジャケットと同じ機能があります。で平均重量が 196g で、この2つを常にこう山行く時には持って、まあ、防寒具としても使えるジャケットとパンツですね。なんでまあちょっと半袖だけで、例えば山に行きましたよとか思ったより山が寒かったなって時に、もうレインウェアを着用することで防寒になると。でさらに、まあ、濡れたことによって体温が下がって動けなくなるとかで、まあ、下山無事にできたとしてもちょっと風邪ひいちゃいましたっていうのを十分に防げるウェアだと思います。やっぱり雨に濡れない、水に濡れないってことは、やっぱり登山していて体もそうなんですけど、足元も濡れないってことをが非常に大事だと思うんで、やっぱ三種の神器に選ばれている理由ではあるのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はモンベルさんのまずは揃えたい登山道具シリーズと題しまして、3種の神器をご紹介させていただきました。まあ、どれも防水性で透湿性を備えた、でやっぱ3種の神器らしい機能と、安心安全で、手が伸ばしやすい価格の商品だったんじゃないかなと思います。まあ、こんな風にモンベルさんの登山道具のシリーズを続々と配信させていただこうと思います。ちょっとでも役に立ったなとか思っていただければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。